誰しもが才能だったり個性を持っていて、その力を生かすことで数兆円本当に稼ぐポテンシャルがあると。皆さんこんにちは、サンリンです。今日もありがとうございます。今日は最近話題になっている宇宙銀行についてお話ししようと思います。この宇宙銀行、ネットではかなりの賛否両論がありますよね。特にスピリチュアル詐欺だとかね、そんなもの信じるなみたいな批判も多いと思います。僕も正直ですね、宇宙銀行の中にはどうしても信じられない話が多いと感じています。例えば暗証番号を入力したら数億円が振り込まれますよとか、ただイメージしていればお金が入ってきますよとか、気分がいいことやっていたら宇宙銀行からのお金が入るみたいなね、こういった話、こういうのは僕の考えでは信じる価値がないものですし、こういった話をね、本気で信じる人がもしいるんであればかなり危険な状態だと思います。というのも、僕は今まで50名以上の億万長者、つまり純富裕層以上の人ですね、純富裕層、富裕層、超富裕層って言いますけれども、そういった方たちと直接お話した経験があるんですよね。で、現実に億万長者になった人の中で、宇宙銀行に暗証番号を入力してお金持ちになったとか、宇宙銀行にオーダーしたらお金が勝手に降りてきたとかね、そういう人に僕は一人も会ったことがないんですよね。どの方もそういうファンタジーじみた話はしないんです。僕がこれまでにですね、宇宙銀行系の話の中で聞いたことがあるのは、たまたま臨時収入があったとか、そういう程度の話で、宇宙銀行のおかげで長期的に本当に富裕層になってますみたいなね、そういう人はマジで会ったことがありません。そもそもね、そうやって臨時収入に頼っている時点で経済的に困っているっていう人なんで、それ普段宇宙銀行から見放されてるっていうことじゃないですかと、こういうふうに僕は思っちゃうんですよね。こういう苦し紛れの一発逆転を期待するような短絡的な考え方が、むしろお金に困っている状況を引き起こしているんじゃないかななんて僕は思ってるんですね。今の苦しい状況から逃れたいという、一心でですね、そういうスピ話にね、すがってしまう人っていうのも多いんじゃないかなと思います。ただ僕はですね、全ての宇宙銀行の話を否定しているわけではありません。特に日本人はですね、直接的にお金の話をするっていうことに抵抗がある人が多いと思うんで、この宇宙銀行というちょっと壮大なコンセプトを使うことで、お金について話したりね、お金について考えるのが少し楽になるっていう側面があるんじゃないかなって思うんですよね。お金のことを考えたり話したりするのが苦手な人が、この宇宙銀行というコンセプトに触れることで気持ちがちょっと楽になって、より積極的に豊かさを意識できるようになる、そういった意味では宇宙銀行という考え方自体には一定の価値があるのかなと、思うんですけれども、ただ現実を本当に変えるには、単にイメージするだけとか、なんか自分が発信するエネルギーを変えるだけみたいなね、そういう話じゃなくって、やっぱり行動が伴わないと何も変わらないんですよね。今日はこのことを踏まえて、現実を変えるために宇宙銀行をどう使っていくのかということについてお話したいと思います。まず宇宙銀行に貯めるべきもの、それはですね、徳、親切、笑顔、喜び、幸せ、こういったものですね。例えば困っている人を助けたり、悩んでいる人に手を差し伸べたり、誰かを笑顔にするための行動っていうのがこれにあたります。こういった行動を日々積み重ねることが、宇宙銀行に預金をする行為になるわけです。これシンプルな原理ですよね。他人を喜ばせる行為を続けていれば、その感謝や信頼が現実的な形で返ってくるよと。それがお金っていう形なんですよね。例えば商売をしている人なら、お客さんを毎日喜ばせるってことをしていると、その信頼がお客さんからお金としてね、返ってきたり、口コミとして広がっていくわけですよね。つまり宇宙銀行に預金をするっていうのは、他人に喜びを与えるってことを意味していて、それが結果的に現実の世界でお金や成功につながるということなんです。で、これを聞いてね、それって普通の商売繁盛の法則じゃないって思う人も多いと思うんです。ていうか、僕もそう思います。確かにその通りなんですね。結局のところ、他人を喜ばせることが商売や仕事の基本だし、その結果としてお金が返ってくるよねと。これって至極真っ当な話なんですよね。じゃあなんでわざわざ宇宙銀行なんてね、回りくどい概念を出すのかっていうと、それは、実際に他人を喜ばせることが商売繁盛につながると頭では分かっていても、なかなか実践できていない人が多いからなんじゃないかなって思うんです。要は他人を喜ばせれば、その分だけ信頼と感謝が積み重なって、それが売上だったりね、利益となって返ってきますよと。特にフリーランスだったり自営業の方々にとってはこれ基本ですし、そもそも商売っていうものはこういうものなんですけれども、特にね、そのスピリチュアル系の業界で食べていけないっていう悩みを持ってる人って、これが本当にできていないんですよ。
自分のやりたいことにこだわりすぎてお客さんのニーズを無視してしまっている人ってかなり多いんです。でそういった人たちがこの宇宙銀行の概念を取り入れると、他人を喜ばせた分だけ後で返ってくるのねという、そのイメージがしやすくなって、結果的に行動が変わることもあるんじゃないかなと思うんです。つまり宇宙銀行っていう概念は、他人を幸せにした分だけ自分にも返ってくるというですね、すごく当たり前でシンプルな法則をよりイメージしやすくするためのね、ツールなんじゃないかなと、そういうふうに使えばいいんじゃないかなというふうに思うんですね。例えば他人を笑顔にする行動を続けることが現実の豊かさにつながるっていうことですね。これ理屈では分かっててもなかなか行動に移せないという人も多いと思うんです。そんな時、宇宙銀行っていう言葉だったりその概念をイメージすることで、自分が今他人に親切にすると、その分が宇宙銀行に溜まって、いずれ自分に返ってくるかもしれないなと、そういうイメージをしやすくなるんじゃないかなと、これは一種のね、自己暗示のようなものなのかもしれませんけれども、結果的に行動を起こすためのモチベーションになるんであれば、それはそれで効果があると言えると思います。結論としてですね、宇宙銀行に数兆円の預金があるっていうのは比喩的な話ではあるんですけど、僕はその考え方自体には価値があると考えています。というのも、誰しもが才能だったり個性を持っていて、その力を生かすことで数兆円本当に稼ぐポテンシャルがあると僕は思っていますので、数兆円の価値を生む人間なんだっていうね、そういう心がけはすごくいいことだと思うんですよね。ただし、単にイメージするだけで行動が伴っていないとしたら、宇宙銀行から引き出すってことはできないと思います。大切なのは、宇宙銀行を意識していたとしてもしていなかったとしても、他人に親切にして笑顔や喜び、幸せに貢献することっていうね、これがすごく大切なんですよね。その徳がどんどん溜まっていくことを視覚化しやすいのであれば、宇宙銀行という概念を使うのは自由なんじゃないかなって思います。宇宙銀行を使って本当に豊かになりたいんであれば、僕はいつもこのチャンネルで言っていますけれども、感謝される生き方をすること、もうこれを実践することですね。この1点ですね。その感謝される生き方を実践するにあたって、この宇宙銀行という概念を使った方がなんかイメージしやすいとかね、抵抗感がなくなるっていうことでしたら、もう全然いいんじゃないでしょうか。今日は宇宙銀行の本当の活用法をご紹介したんですけれども、いかがだったでしょうか。納得でしたか？それとも分かんないなってところあったでしょうか？もしよかったらコメント欄に感想をいただければ、今後の動画制作にも反映しようと思いますので、ぜひコメントください。で、今日お伝えした宇宙銀行についてのまとめ情報ですね、こちら1枚の PDF に分かりやすくまとめてみましたんで、ぜひお受け取りください。手元に保存していただいて、宇宙銀行の正しい活用法を復習してみてください。こちら無料で受け取っていただけます。動画概要欄、コメント欄、そして画面向かって左手の QR コードから僕のいずれかの LINE に登録していただいて、まとめ使いとだけメッセージください。それで僕のこの LINE に登録した方には、お金の引き寄せに特化した教育カリキュラムと、あとは女性として最高に幸せな人生を生きるための教育カリキュラム、こちらプレゼントしているんですけれども、実はどちらも心理メソッドシリーズナンバーワンを獲得しています。この動画をここまで見てくださっているってことは、あなたは人生を理想のものにしたいと本気で思われている方なんですよね。そんな方には YouTube でなんとなく動画を見るんじゃなくって、 LINE 登録者限定の勉強会にぜひ参加していただきたいです。こちらも無料でやっています。こちらの情報も LINE 内でご確認ください。ということで、今日の内容面白かった、役に立ちそうと思っていただいた方は、ぜひいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。今日も最後までご覧いただきありがとうございます。サンリン・サトシがお届けいたしました。あなたの大成功をお祈りしています。